とうございます。なんて器用なんでしょう。今杉崎さんは片手でお花と看板を両方お持ちになっています。素晴らしい、ありがとうございます。すいません。どうぞよろしくお願いいたします。さあでは早速ではございますが、見ていただいた皆様にまずは川辺一子を演じられました杉咲花さんからご挨拶をお願いします。こんにちは、川辺一子を演じました杉咲花です。このように再びこのような形でここに立つことができてすごく嬉しいです。そうですね、短い時間ですが時間の許す限りお話できたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本作の原作者でもありメガホンを取られました戸田明宏監督、お願いします。はい、本当に先週もここに立たせていただいて、こうして今週も満席のお客様の前で立てて本当に光栄に思ってます。Q&A があると伺ってますので、たくさん質問していただけたら、いろいろお答えできたらと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ここからのフラッシュ撮影は一旦お休みでマスコミの皆様お願いいたします。そうです、杉崎さんおっしゃったように今日は大ヒット御礼舞台挨拶ということでここにお立ちいただいております。大ヒットスタート、まずはおめでとうございます。本当にたくさんの方に足を運んでいただいている本作なんですけれども、監督今ちょっとお話しいただきましたが、はい、いろんな感想も目にすると思います。改めてお気持ちいかがでしょうか。はい、ちょっと想像以上の反響といいますか、お声をいただいてまして、なんか個人的にもたくさん LINE とかメールとか久しぶりの方とか地元の友達とかからも続々と届いていて、すごくこう広がっていってるなというのは実感して驚いています。結構こう分かりやすいような映画ではないと思っていたので、こんなにたくさんの方に受け止めていただけると思うのはちょっと想像以上だったというので本当に感激しております。ありがとうございます。ありがとうございます。広がっているというのは関数にも上映の関数にも表れておりまして、最初38巻でスタートしたんですけれども今、決まっているところが61巻に広がって、多分これもうちょっと広がるんじゃないかなと思っているんですけれども、そうですね、はい、そうなんですよ。そして感想もたくさん書いていただいている方いらっしゃいますし、熱く長文の感想も多く目にしているんですが、例えばですね、傑作、今年の邦画を代表する一本、2023年ベストだっていう方もいらっしゃいましたし、見終わった後席を立てなかった一子のことが忘れられない、一子は杉崎さんじゃないとありえなかったなど熱量の高い感想がたくさん上がっているんですが、杉崎さん、一子がこのようにお客さんに届いているというのはどのようにお感じになってますか。いや、もう感無量ですね。今日もこの光景に胸がいっぱいですし、なんかもう自分にとって一子という映画に出会えたことが財産だと思っているんですけど、こんなにも本当に多くの方々に映画が届いていて、もう嬉しいの一言に尽きるなと思います。今日も終わった後熱い拍手が上がっておりました。ありがとうございます。はい、そしてですね、嬉しいニュースがもう一つ入ってきておりまして、なんと一子が1月末に開催されます北欧最大の国際映画祭、スウェーデンのヨーテボリ映画祭、インターナショナルコンペティション部門に出品されることが決定いたしました。はい、一子としてこれがヨーロッパプレミア上映になるわけですけれども、戸田監督、ヨーロッパでもいよいよご覧いただけます。いかがでしょう。はい、本当嬉しいですね。北欧プライベートで行ってみたかったんで行きたいなと思ってるんですけど、まだ行けるかわからないという、自分のスケジュールもあるんですけど、行ってみたいなと思ってます。ヨーロッパでやっぱりアジアだと近しい文化があるなと思ってたので、ヨーロッパといって違う文化のところでこの作品がどういうふうに受け止められるかというのは非常に楽しみに感じてます。
ですね、はい、またヨーロッパですと社会福祉の制度が違ったりですとか、そのあたりからまた違う角度で質問も、ね、来るのかなと思う。監督にはぜひ行っていただきたいなと思うんですが、はいはい、監督もそう願っていると思いますけれども、ね、はいはい、行けたらぜひ行きたいなと、はい、報告をお待ちしております、はいはい、杉崎さんはこのヨーロッパ初上映いかがでしょうか。いやー嬉しいです。本当どんな風に受け取っていただけるんだろうっていうことが楽しみですし、一人でも多くの方にこの映画を見てもらえる機会が増えたことが何よりありがたいなと思いますね、はい、というあの感想がまたこのヨテボリからも届くのを楽しみにしております。さあではあの今日はできるだけ長く Q&A の時間を取りたいと思っておりまして、大ヒットの例舞台挨拶ということで、まあ、日本では初めて杉崎さんも参加してのこうした上映後の Q&A ということになります。お客様との Q&A を行っていきますが、映画に関するご質問ある方は挙手をお願いします。あ、意外と最初は皆さん遠慮がちに、ちょっとシャイな方が今日は多いのかもしれない。これでも上映後なんでね、監督何でも、はい、何でも大丈夫ですよね。何でも大丈夫です。はい、多分急に皆さん言われてどうしようっていう、ね、感じかもしれませんが、はい、でもいいですよ。もともと予定してなかったんでしたっけ Q&A。 Q&A は発表は発表になってなかったんですね。どうでしたっけ、はい、そうですよね。あの私も、あ、でも手あげ、あ、いらっしゃった、ごめんなさい、こちらでした。ありがとうございます、はい、あ、すごく面白かったです。杉崎さんの作品たくさん見ていて、ありがとうございます。いろんな役を演じてきたと思うんですけど、あのおちょやんの時も大阪弁で、今回のいちこも大阪の人で、なんかそこで使い分けたというか、何をメンタリティ的に変えたのかなっていうのは少し見てて気になりました。メンタリティ、でもあのおちょやんの時は100年前の大阪言葉で、まあ、ちょっとこう時代も変わっていたりするので、あのイントネーションが変わったセリフも多かったですし、今回自分の中で印象に残ってるのは、あのうち、自分のことをうちっていちこが言う時とうちっていう時があって、なんかそこは結構話し合ってましたよね。そうですね、方言指導で入ったあのさつきという役演じてましたけど、大浦さんと、うちとうち、何でしたっけ、自分に向く時はうちかな、うち、外に話す時はうちかな、そうです、ですよね、はい、とかうちとうちで多分そうですね、あの矢印が変わるんですかね、うん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 、はい、それが印象に残ってますね、はい、あの大浦さん、さつき演じられた大浦さんはもともと舞台の方ではいちこを演じられていたので、その時もそういった使い分けをされてたってことですか。大浦さんはあの大阪の、まあ、ど真ん中出身なんで、多分意識せずとも勝手にそうなるんだと思うんですけど、はい、イントネーションの変化と言われる僕らも気づくかもしれないですね。確かにそうですね、はい、関東圏の私もそうですけど、そこにはあんまりこう無意識だったかもしれませんね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ他にいらっしゃいますか。あ、よかった、そうなんですよ、お一人上がるとね、こうして上がるんです。ではあの順番に当てていきます。そちらのマスクをされた、はい、そのまま手を挙げたままでお願いします。非常に考えさせられる映画で面白かったです。で杉崎さんに質問があるんですけれども、はい、今回高校生から20代って幅広い年代を演じられたと思うんですけど、工夫された点があったら教えてください。工夫した点は特にあの今何歳の設定だからって意識したことはあまりなくて、あの監督が年表を作ってくださって、あのまあ、いちこが生まれてからどんな時間を過ごしてきたのかっていうことを、あの本編に描かれていない部分もかなり細かく作ってあの渡してくださったので、なんかその時いちこがどういう状態であるのかっていうことを把握することができたので、こう目の前にいる相手が変わっていくにつれて自分の態度もこう自然と変化していくような感覚でした。年表についてはね、あの監督がお作りになったものをもともと共有されてたと思うんですが、実はこのパンフレットにも掲載をされていて、これは割とこう杉崎さんに渡していたすべてのものでしたか。いや、
重要、もうちょっと一個一個がこうなんていうんですかね、文章で結構私たちが書かれてたのをもう少しこうタイトにしているのと、映画の2015年8月13日から多分始まるんですけど、それからあの映画のラストシーンまでの 日付ごとも全部書いてたんですけど、そこは多分割愛、映画の中にあるんで割愛してるのかなと。あと一応杉崎さんが高校生を演じてるんですけど、3歳年上設定なんで、ご覧になられてるとあれだと思うんですけど、なんで18歳の役やってる時は実年齢21歳の一子っていうことにはなってるので、あんまりそういう意味では僕も高校生10代だからというところの関与はあんまりしなかったかもしれないですね、現場でも。はい、あの外見的なルック的には何かその衣装ですとかメイクですとかお話になられたんですか？なんかあのほんの小さな変化なんですけど、学生時代の時の一子は髪がすごく、自分が癖毛なんですけど、それを生かすヘアスタイルになっていて、あのもともとその予定はなかったんですけど、ちょっとあの現場を自分がクランクインする前の、あの幼少時代を撮っている時に、幼少期のいちこちゃんがすごく癖がある髪質で、まさかここでリンクするとはってなって、そのまま生かそうということになり、でもあのいちこが働くようになってからは、まあ、キキちゃんとかとの出会いもあって少し整えるようになったみたいなことはありましたね。なるほど、ありがとうございます。大丈夫ですか？ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではその後ろの方にもいらっしゃったので、スタッフさん後ろの方に、はい、お願いします。素晴らしい作品拝見させていただいて本当ありがとうございました。まさかこんな風に直接お聞きできる機会があると思っていなくて大変緊張して、あの話しかけさせていただくんですけれども、ありがとうございます。あの作品中で写真をがすごく、あの月子ちゃんといちこちゃんと、あのご家族の写真の、あのシーンと、あと2人で撮った写真、あとあのあのいちこちゃんだけが写ってるあの写真ってすごくそのシーンがたくさんの思いが込められていてすごいなと思って拝見してたんですけれども、その写真についてのあの写真のシーンについて何かお二人からあのお話しいただけたらと思います。よろしくお願いします。先に監督にしましょうか、はい、写真に関してはその脚本をあの、まあ、映画という媒体であの舞台の戯曲なんでこう脚色してる時にやっぱりそのいちこという存在ということがある種の、テーマになってるっていうのがあって、写真っていうのはやっぱこう存在というか記録していくという意味合いで、写真というのはこう、まあ、印象的にというか、映画の内容の中には入れ込んでいきたいという思いで、作っていったっていうところは、はい、初めにはありました。写真のシーンは若葉くんがね実際に撮ってますね。そうですね、あれは結局使ったのは若葉くんのを使ったんですもんね、うんうんうん、あ、そうなんですか。確かあの、スチールさんと若葉くんと両方撮ってもらったんです、はい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 、確かそうだったような気がする。あとアザーカットみたいな撮ってますよね、はいうん、これあそうですね、あれも若葉さんが撮った写真、あれは若葉くんが撮ってるですね、なんかでもあの幼少時代の家族で写真を撮る、はいはいはい、撮っていた時に自分も遠くから見ていて、なんかあまりにもこうなんかかけがえのない時間が流れていて、やっぱりその瞬間を映したいって人が思って残った写真ってやっぱり何かこう特別なものがあるなって感じますよね、うんうん、そしていちこは写真を持って、あ、そうですね、家を出ようとしていたんだなということを考えたりもしてました、うん、はい、はいですね、ありがとうございます、はい、じゃあお隣にもいらっしゃったと思うので、はい、順番に、はい、回していただいていいですか。すいません。 ありがとうございます、今回あの前情報何も入れずに今日初めて見て、あのこのいちこさんという人に対して私はもう何もかける言葉
みたいなのが何も思いつかないくらいちょっと響いたんですけれども、実際に演じられた杉咲さんは演じてた時はいちこさんだったと思うんですけれど、はい、終わった今終わって作品となった今、いちこさんにかける言葉みたいなものって思いつきますか？うーん、すいません、難しい質問してしまいまして。そうですね、私もかける言葉は見つからないですね。なんか抱きしめてあげたいとか救ってあげたいとかっていうのも私にはなんか思ってはいけないというか思えない気がしていて、ただいちこがどんな風に感じているのかっていうことを自分は想像することしかできないのではないかなと思ってます。すいません、ちょっと答えになってないかもしれないですけど。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お隣にもいらっしゃいましたよね。はい、大変心に残る作品を見せた拝見させていただきました。ありがとうございました。まあちょっと今の質問と少し似てるかもしれないんですけれども、結構こうどうしても重たいようなシーンも多かったと思うんですけれども、でしかも撮影が結構真夏の時期だったんですかね、なので結構そういう暑さのしんどさだったりとか、こう演じられていての心のちょっとしんどさだったりとかあったと思うんですけれども、こう撮影期間中なんかこうどのようにこう気持ち私生活とお仕事を切り替えられてたかとか、何かあれば教えていただければと思います。そうですね、なんかでもその暑さとかだるさみたいなものがいちこを演じる上ですごく必要な感覚っていうか、とてもお芝居に作用していた気がしていて、うん、時期に撮影できて本当に良かったなって思っているんですけど、やっぱりこれだけ引力のある作品なので、心を侵食されるような瞬間も確かにあったんですけど、なんかそういう風になりかける時ほどいちこと距離を置くようにはしていました。なんか撮影していない間も今が自分はいちこなんだって思って過ごしていると、なんかいちこのことを分かった気になってしまう気がして、なんかそれを避けたかったので、こう、撮影が終わって衣装を脱いでホテルに帰ってきた時に、なんかお腹空いたなとか、夕日が綺麗だなとか、なんかそういう自分の感覚に素直でいることを心がけていました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと前の方にもいらっしゃったんで、そちらの方に。私2回目なんですけれども、また違った感動を覚えて、何度も見たいなって改めて今日思いました。ちょっと私からちょっと無粋な質問かもしれない、2つあるんですけれども、終盤のお祭りのシーンで若葉さんが金麦っていうビール飲まれてるんですけど、愛はなんだっていう映画で金麦がやたら出てきて、なんかそこと何かかけたりしたことがあってで2個目はですね、エンディングロールが主題歌みたいなのじゃなくて鼻歌で続いてるっていうのはすごく余韻がのが大好きなんですけど、最後の方でなんか喧騒みたいなところが入って終わるんですけど、そこって一体どこだったんだろうなと、これも無粋な質問かなと思うんですけども、ちょっともし教えていただければ嬉しいです。あれがなんだでは金麦を若葉さん買いに行かされているっていうこともありましたね金麦にしたまあ、経済的なものを考えて生ビールということは外そうというのは美術部に言って、でこれも かなりすごく政策的なことなんですけど、金麦のラベルがやっぱ変わっていってるんですよね、年々。2012年の金麦のラベルを、借り入れたのが金麦だった気がします。
おそらくですけど、でもその演出としては生ビールとかは、まあ、あの常時飲んでるわけではなくて、もうちょっと、まあ、発泡酒を飲んでるという設定にはしたいというのを多分言って、で僕らが生きている世界線と同じあの小道具は同じなんですか、ね、デザインにしたいというこだわりがあったので、ガリガリ君とかも2008年のものを用意したりとか、金麦もおそらくそれで美術部が用意したのかなというふうに思います。でラストのあのところはあのわざと聞こえづらくはしてるんですけど、あの途中に出てくるさっき言ってたお写真の4人の、お母さんの鼻歌が流れて映像だけが流れるシーンがあったと思うんですけど、あそこの会話をうっすら載せてるということにしております。まあ、あのいちこにとっての、まあまあ、夏美さんにとっての幸せだった時もあったという時間の音をこう少しこう余韻で残そうかなという意味合いで、はい、入れさせていただいてます。でも多分明確に聞こえないレベルにしたいなっていうので、英語字幕は字幕も載らないようにしたりしておりますので、雰囲気だけ感じてもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どちらも興味深い回答ですごく嬉しいです。ありがとうございます。というところで、あ、もう一問いけます？いらっしゃいますか？あ、じゃあその後ろの方でちょっとセンター寄りの席にはなるんですが、そちら今上げていらっしゃる、はい、お願いします。素晴らしい作品を拝見させていただいてありがとうございます。見ている中で杉咲花さん演じる一子と中村ゆりさん演じるそのお母さんの演技が、共演の部分はすごく少なかったかなと思うんですが、でも親子だなって、すごく容姿という意味ではなくてすごく似ているなという感じがしたんですが、お二人でお話しされたこととか、杉咲さん自身が意識されたことなどがあれば教えていただきたいです。ゆりさんとのシーンはワンシーンでしたよね。あ、そうか、子役ちゃんとやから、そうですね、杉咲さんはワンシーンだけかな。なのですごく緊張していたんですけど、実は9年ぐらい前にも親子役をやったことがあって、とても久しぶりの再会で、まずやっぱそこにすごく縁を感じていったので、なんか多くの言葉を交わしたわけではなかったんですけど、何かゆりさんと自分との間につながりを感じながら、あのカメラの前に立つことができて、なんかゆりさんって本当にそこに住んでる人のように現場に存在されるじゃないですか。そうですね。だからなんだろう、こう頑張って家族になろうとしなくても気づいたら、なんだろうな、自分も母として捉えている感覚だったので、なんかその存在にすごく救われたなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。これが最後の質問になってしまいますね。すいません、お時間ということでここで切らせていただきます。皆さんありがとうございました。さあでは、最後にマスコミ向けのフォトセッションに移らせていただきたいんですけれども、大ヒットのお祝い、そしてあのいちこはお花が好き、そしてあのすいません杉咲花さんということで、お花をお持ちいただいて撮影をしたいと思います。監督からお渡しいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではタイトルもお持ちいただいて、マスコミのフォトセッションに移りますが、大丈夫ですか？お花と両方いけますか？ありがとうございます。なんて器用なんでしょう。今杉咲さんは片手でお花と看板を両方お持ちになっています。素晴らしい、ありがとうございます。すいません。はい、 OK 出ました、ありがとうございます。ではスタッフの方、すいません、早急に看板を、お二人の手が大変かもしれない。はい、さあでは最後に今日見ていただいた皆様に一言ずつ、まずは戸田監督からいただきたいと思います。はい、そうですね、本当にあの頭にも話させていただきましたけど、想像以上に
映画がたくさんの方に届いていっている実感があって、本当に、他人事のように今感じています。いちこというキャラクター自体 もう自分が書いたキャラクターであるということ自体がなんかフィクションのように感じてきていて、自分としても本当にどこかにいた人なんじゃないかな、いる人なんじゃないかなというふうに日々感じるようになってきてます。なんか本当に彼女は誰からもちゃんと自分のことをこう見つめてもらえない人生をおそらく生きてきた子だと思ってて、そういう子がこうしてたくさんの人に見ていただいて、いちこと、タイトルでもありますけど呼んでいただいていることを SNS だったり、声で聞いてて、非常にいろんな意味で嬉しかったり感慨深い気持ちになってます。本当に今日は、日曜日の朝早い時間でしたけれども、こんなにたくさん来てくださってありがとうございます。まだまだ、たくさん広げていければと思いますので、ぜひご協力お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では杉崎さんお願いします。はい、まず先ほど勇気を出して手を挙げてくださった皆様、本当ありがとうございました。嬉しかったですし、もっと答えられたらよかったなと思いますが、はい、なんか今お花とかいただきましたが、これは原作者である戸田さんが本当にゼロから生み出したお話で、この出会いを私は本当に幸せに感じているので、そのまま戸田さんにお渡ししたいようなお気持ち、気持ちなんですけど、それだけ素晴らしい作品に関わることができて幸せだったなっていう、本当その気持ちがすごく大きいんですけど、なんかやっぱりこう2時間の暗闇の中で人の人生を見つめ続けるってすごいことだよなって私は思っていて、なんか日々いろんなことがあるじゃないですか。私も含めて多くの方々が身も心もせわしない日々をきっと過ごしていて、疲れたり、それでも幸せになりたくて一生懸命生きてる方たちがいて、そんな中でこう安らぎとか共感とか感動を求めて映画を見に行く方々が多いのではないかなと自分は感じているんですけど、そしていちこっていうこの映画はそこに当てはまるような映画ではないかもしれなくて、それでもこれだけの多くの方々が来てくださっていることにものすごく感動しています。なんかいちこを見ようと思ってくださった方々は人間っていう生き物の深淵を覗きに来ようとしてくれているのかなと感じて、こんな風にこの映画が広がりを見せてくれていることに希望を感じています。いちこっていう人を構築するのにいろんな要素があると思うんですけど、その一つ一つが不幸なのか幸福なのかっていうことは自分たちには決められなくて、いちこがどんなことを考えているのかをぜひ想像していただけたら嬉しいです。なんか共感とか感動とかと、そのなんか隣に並ぶような何か豊かなものがそこには凛と存在しているのではないかなと自分は信じてます。はい、そしてなんかそんな眼差しをこの劇場を出た後に自分たちのすぐ近くの人々や、世の中に向けてもらえたら嬉しいなと思います。はい、数ある映画の中からこの映画を選んでくださって本当にありがとうございました。嬉しかったです。杉崎さんありがとうございます。大変名残惜しいんですが、以上で舞台挨拶は終了となります。一層大きな拍手でお二人にお願いいたします。いちこ舞台挨拶、杉崎花さんと戸田明監督でした。ありがとうございました。